こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のレイアンとゆです。今日はなんとラブラブカップルの100問質問です。とは何ですか？はい、今まで私たちたくさんの質問コーナーをやってきたんですけど、二人に対してのカップルで絞った100の質問っていうのをやったことなくて、他のねカップルさんたちもやってたりとか、YouTuber さんたちもやってる100の質問っていう、ね、サイトの中のラブラブカップルっていうカテゴリーの質問を見つけたので、そちらを答えていきたいと思います。で、今回は2人で答えるって感じかな。そうだね、そうしよう。ではレッツスタート。エルビアン TV。 1、いつどこで出会った？これは GF 新宿2丁目にあるレズビアンバーで出会いました。出会ったのが2年前の10月の終わりぐらいに出会いました。2、相手の第一印象はイケてるキャリアウーマンっぽい感じした。派手っていう、派手、ギャルっぽかった。ギャル。まあ2年前だもん、そりゃね。はい、3、第一印象と変わったものはある？意外と一途。レイすごく家族思いだった。4、具体的に何が変わった？出会った頃ってゆうちゃんがフリーだったので、この人付き合ったらどうなるのかなとかっていうのがイメージなかったけど、めちゃめちゃレイちゃんだけだよってすごい一途だったところかな。ちょくちょくプレゼントを親に送ってたりするわけ。母の日、父の日、誕生日、敬老の日とかできてるのがすごく驚いた。ギャップみたいなね。はい、5、相手の嫌いなところは？嫌いなとこないかもしれない。まあでもあん、今パッとは思いつい、裸で出てこうとするところ。はい、自分の嫌いなところは？自己肯定感が低いところ。髪が薄い。7、お互い似てるなと思うことは？私性格かな。ない。なんで？8、付き合うきっかけは？水族館デートが楽しかったから。か、一緒にいて楽しいなと思った。え、嬉しい。9、告白はされた？それともした？した。10、告白されてどう思った？告白してどう思った？友達の元カノだったから嬉しかったけど複雑。告白して、え、振られないと思ってた。11、初デートはどこに行った？家かな、おうちデート。家だ。12、初デートは楽しかった？楽しかった。楽しかった。13、付き合ってよかった？よかった。4位、よかった。いや、14、相手の好きなところは？まっすぐなところ。良くも悪くも素直。イエイ。おしゃれには興味ある？あるかな。興味はある。興味。16、相手はおしゃれ？ゆうちゃんおしゃれ、すっごい。れいちゃんは、なんだ、たまに間違える。17、相手の年齢は？17、相手の年齢は？26歳。21。18、自分の年齢は？21歳。26歳。19、知り合ったのはいつ？9月末。20、相手の尊敬できるところは？行動力、向上心。21、相手の性格は？表裏がない、レイコン。自分の性格は？優しい方だと思う。でも恋人に対してはわがままな面とか出ちゃう。あの、思ったことは伝える性格だと思います。素直だね。23、お互いの家族や友達などを知ってる？知ってる。24、浮気はされてると思う？されてないと思う。25、浮気はしたくない？したくない。したくないでしょ。26、束縛はされたい？されたくない。されたくない。27、自分は束縛はする？しない。あんまりしない。28、相手の好きなものが分かる？多分大体分かると思う。大体もう2年一緒にいたら分かる。29、自分の好きなものを相手は知ってる？じゃあ私の好きなものなんだ。食べ物。たらこパスタ。正解。30、今一番欲しいものは？あの、リファ。髪が生えるシャンプー。愛とお金どっちが大事？どっちも大事。32、相手に不満はある？特になし。生理近くなったらちょっとイライラするところ。彼の女に言いたいことはありますか？あの、これダサいって聞いて、ちょっとやめた方がいいと思うって言ったら、少しなんか怒り始めるところ、これやめてほしい。聞くな。トイレを開けてしないでくれ。彼女に言われたいことは？宇宙で一番好き。ゆいちゃんかわいいねって言われたいです。ゆいちゃんかわいいね。あんま嬉しくなかった。35、彼女にされてキュンとすることがある？ある。ある。36、付き合ってどのぐらい経つ？2年。彼女に望むものがある？相手に望むこと今はないかも。望むものはね、ないね。彼女の気持ちが分かる？多分分かる。39、デートで行きたいところは？海。ハウステンボス。今までデートして良かったところはどこ？大江戸温泉。あ、でも葉山だ。一番楽しかったデートは？ディズニー。この日終わってほしくないって思ってた。熱海。42、中は何回目のデートでした？1
回目。ヨンジさん、記念日をちゃんと覚えてる？覚えてる。覚えてます。彼女に記念日は覚えておいてほしい？どっちでも、まあ、うん、どっちでも、うん、45、相手の誕生日の祝い方は？お家でお祝いちょぴっとして、うん、ちょっと旅行に行くのが喜ぶんだろうなって思って。でもレイちゃんも一緒じゃない？こんな感じじゃない？うん、自分の誕生日は？まあ、でもディズニーとかで過ごす。この人が料理を作ってくれたらそれでいい。47、最初の記念日のプレゼント覚えてる？財布もらった。いうネックレスあげたわ。うん。48、デートは日帰りそれとも泊まり？基本は日帰り。彼女と旅行に行きたい？行きたい。彼女が行って良かったところは？毎日安心できる。ぬくぬくしてるって感じ。ぬくぬく。私たちカップルのことがよく知れたでしょうか？いかがでいかね。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram は下の概要欄にあるのでぜひフォローしてみてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。